こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の秋のアウターはこの3着だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、そろそろですね、気温も落ち着いてきまして、まあ、ようやくですね、 T シャツの上に何か羽織りたいな、シャツの上に何か羽織りたいなという気持ちになっている方も少なくないかなと思うんですね。大人の男性に似合うですね、秋アウターってどんなバリエーションがあるかなというところで、今回は具体的に3パターンご紹介したいなと思っています。これ全てを持つ必要はなくてですね、この中から気に入ったものを2パターンぐらい持っておけば、結構秋のアウターとしては十分かなと思います。というのも、アウターのバリエーションがそこまで多くなくても、トップスとの合わせ方ですね、中 T シャツにするのか、シャツにするのか、ニットにするのかで組み合わせは広げられますし、さらにはボトムスとの組み合わせも考えれば、結構様々なコーディネートのバリエーションが組めるかなと思うんですね。ですので、今回の動画を参考にしながら、気になるものがあったらですね、ぜひ皆さん、まだ持っていなかったら買い揃えていただきたいですし、手持ちのものの中でもこれ使えそうだなというものがありましたら、ぜひ活用しながらですね、秋の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、皆さんにおすすめの秋アウターを解説していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目は、僕が今着てるようなカバーオールだとかユーティリティジャケットのような、丈の長さで言うとお尻の半分ぐらいが隠れるようなライト目のアウターですね。このあたりはまず鉄板で押さえておきたい一枚かなと思っています。まあ、僕の動画の中でも何度かご紹介してきましたが、このようなカバーオールだとか UTT ジャケットはワークテイスト、もしくはミリタリーをベースにしたようなアイテムなんですけども、本来はもうちょっとですね、カジュアルなアイテムのイメージなんですよね。まあ、冒頭で着ていたこちらのアウターなんかがまさにそうなんですが、まあ、デニムの素材感にするとかなりカジュアルなんですけども、このようなカバーオールのデザインですとかディティールをベースにしながら、素材感はもうちょっと上品に振ってあるのが今僕が着ているようなカバーオールなんですね。こちらは昨年のグリーンレーベルのですね、カバーオールなんですが、今季も似たようなものが発売されています。素材だとか色をですね、大人っぽく振ることで、割と綺麗めな雰囲気で着ることができるので、このあたりがかなり鉄板になってくるかなと思います。今季のもので言うと、ダークグリーンだとか、あとはベージュですね。このあたりがすごく使いやすいので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。カバーオールみたいな形もいいですが、先日ご紹介したような、ユニクロのですね、UTT ジャケットですね。これもですね、使い勝手のいいアイテムかなと思います。丈が短くてスッキリとしてるので、アウターなんだけども、ラフに羽織りやすいというところですね。僕の中ではこれをですね、ユニバブと呼んでるんですが、ユニクロのバブアー的アウターですね。雰囲気としてはこちら、バブアーのアウターですね。まさしくワークテイストのアイテムではあるんですが、丈の長さ、お尻が半分ぐらい隠れるようなアウターで、このあたりもまさに秋に適したようなアウターになってくるかなと思います。先ほどのカバーオールに比べると、ややですね、カジュアルな雰囲気になりまして、ちょっとこう男っぽさだとか土っぽさというところが増すので、ちょっと綺麗めに振りたいのであれば、カバーオールの方が使いやすいかなと思いますし、ややトレンド感だとか、クロート感の漂う着こなしを目指したいのであれば、このあたりが便利かなと思います。まあ、バブアーは引き続きすごくですね、おしゃれが好きな方にとっては定番的な位置づけで人気があるんですが、ちょっと価格帯としては高いんですね。5万円前後してしまうので、そういった意味ではこちらのユニバブですね、これがかなり買いやすいですし、完成度としても非常に高いかなと思うので、おすすめしたい一枚かなと思っています。まあ、今回3つのアウターをご紹介するんですが、その中でも中間的な立ち位置がまさにこのようなアイテムになってまして、綺麗めすぎずにカジュアルすぎないというところではもう鉄板で使いやすいので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目の秋アウターなんですが、僕が今着てるようなナイロンジャケットですね。動画の中でもですね、割と頻繁にですね、出てくるこちらのアイテムなんですが、大人の男性がアクティブに休日を過ごす際には、このようなアウターが1枚あるとめちゃくちゃ便利なんですね。僕自身も先ほどご紹介したようなカバーオールだとか UTT ジャケットを好きでよく着るんですが、もうちょっとアクティブに過ごしたい休日なんかの時にはですね、このようなナイロン系のジャケットをよく着ます。例えば家族と一緒にどこかお出かけしたいだとか、
公園で遊んだりだとか、天候だとか汚れを気にせずにガンガンですねアウターを着たい時には、このようなジャンルは1枚あるとすごく便利なのかなと思います。あとは着こなしの傾向として、ちょっと綺麗めなものよりもスポーティーで機能的なものが好きだという方もいらっしゃるかなと思うんですね。そういった場合にはこのようなナイロンジャケットというのはすごく便利なアイテムになってくるかなと思います。僕が今着ているのは、以前動画の中でもご紹介しましたが、ノースフェイスのコンパクトジャケットというですねアイテムになります。これは非常に使いやすくて、もう殿堂入りしたようなアイテムかなと思っています。ナイロンなんだけども、ちょっとコットンライクに見えるような素材感で、すごくですねまちぎとして溶け込みやすいという特徴がありまして、個人的にもすごく気に入っているんですね。サイズ感はノースフェイスのものって割とこう定番的でベーシックなものが多いんですけども、ややゆとりがあるような設計になっているので、今の着こなしの中にも気軽に取り入れやすいのがこのコンパクトジャケットの特徴かなと思います。ノースフェイスももちろんいいですし、人と被りにくいようなナイロンジャケットがお好みの方だと、他にも選択肢がありまして、例えばですね、先日もこちらご紹介しましたが、パタゴニアのトレントシェルジャケットだとか、あとはアークテリクスのジャケットですね。このあたりはですね、すごくおしゃれが好きな方にはおすすめできるアイテムになってくるかなと思います。パタゴニアは僕ら世代からするとちょっと懐かしさがあったりして、古着なんかでもすごく人気のあったブランドですが、まあ、最近改めて注目されていまして、ノースフェイスがかなり人気が出てきたので、あえて人と被らないようにパタゴニアを選択する人も増えてきてる印象かなと思います。こちらのですねちょっとダークグレーっぽい色味のものが個人的にすごく良かったなと思うので、皆さんにもお勧めしたいなと思います。一方でアークテリクスに関しては、僕の動画の中では以前は結構出していたんですけども、最近は入手困難なんですよね。なのでちょっと積極的にはあまりお勧めしていないんですが、非常にレアで、なおかつデザイン的にはストイックで機能性も高いというところでは非常に完成度の高い一枚だと思います。運よくウェブだとか実店舗で見つける機会があったら、こういったものも検討してみるのもいいかなと思います。まあ、いずれにしろこのようなナイロンジャケットはスポーティーで休日にアクティブに過ごす時にはすごく活用しやすいアウターなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の秋アウターは、僕が今着ているようなこういったロング丈のですねステンカラーコートですね。これまた大人の男性の秋のアウターとしては欠かせない定番的な位置づけのアウターかなと思っています。まあ、今回ご紹介した3つのアウターの中では最も綺麗めな雰囲気なのがこのようなステンカラーコートかなと思います。カジュアルなものとしてはナイロンジャケットがあって、その中間的な位置づけがカバーオールだとか UTT ジャケットのようなお尻が半分ぐらい隠れるようなアウターなんですけども、それぞれに魅力があるんですね。ステンカラーコートというのはメリットとしては3つの中で最も大人っぽく上品に見えるというところですね。そういった意味では40代以上の大人の男性には1着あるとすごく便利なアイテムかなと思います。そしてもう一つのメリットとしては、結構綺麗めなアイテムなのでカジュアルでも使うことができるんですが、ビジネスカジュアルの一部としても転用することができるので活躍する幅が割と広めなんですね。このあたりも含めて結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。一方でどんなアイテムにもメリットとデメリットがあって、デメリットとしては丈が長いので足さばきがあんまり良くないのと、気軽に歩きづらいというところがあるんじゃないのかなと思います。このあたりはライフスタイルに応じて選んでもらうといいかなと思ってまして、例えばお仕事のシーンでも使いたいだとか、割と休みの日の着こなしも綺麗めな方向がお好きな方であれば、このようなステンカラーコートが1枚あるとめちゃくちゃ便利だと思います。僕は今ですねカジュアルシーンを想定しながら、内側にバンドカラーのストライプシャツですね、こういったものを入れていますが、他には丸首のニットなんかも合いますし、様々な着こなしができると思います。またはお仕事で使うのであればセットアップの上に着てもらうのもいいかなと思うので、様々な着こなしが想定できるかなと思っています。でこのようなステンカラーコートの色なんですけども、個人的にはベーシックなところで言うとブラックですとかネイビーですとかグレー、このあたりが想像できるかなと思うんですが、一押ししたいのはこのようなベージュ色のですねステンカラーコートなんですね。これなぜかというと、ブラックネイビーダークグレーだと結構ビジネスライクに見えがちなので、ちょっとカジュアルシーンで着ると硬いかなって感じもしてしまうので、あえてベージュを選ぶことで程よくですねカジュアル感を出したいというのと、人との違いを出すという意味では結構使い勝手がいいのがこのベージュ色のステンカラーコートなのかなと思っています。ちょっと難しいかなと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、実際に着てみるとコーディネートはそんなに難しくなくて、大切なのは上下のコントラストですね。
ベージュのコートを着てボトムスはブラックで引き締まれば、あと内側はそこまで選ばないんですね。今ブルー系のシャツを着ていますが、白系でもいいですし、ちょっと鮮やかなブルー系のニットとかで合わせても良かったりするので、ベージュのコートに対してブラックのパンツで引き締めるというところだけ結構固定化してしまえば、そんなに難しいアイテムではないのかなと思っています。まあ、今回ご紹介した3つのアウターの中でも最も綺麗めですが、これがバチッと合う方も確実にいると思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の秋アウターはこの3枚だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。おさらいをすると、まずはカバーオールですとか UTT ジャケットのようなお尻の半分ぐらいが隠れるようなライトなアウターがありまして、2つ目がナイロン系のジャケット、これはノースフェイスだとかパタゴニアだとかアークテリクスですね。このあたりが該当してくるかなと思います。そして3つ目がベージュ色のステンカラーコートですね。この3つの中でライフスタイルだとか好みに応じて、まあ、2つぐらいあれば十分回せてしまうかなと思います。個人的にはどのジャンルも好きなので、それぞれ持っておくことでシチュエーションに応じて使い分けるようにしてるんですね。ぜひ皆さんにもですね、ご自身のライフスタイルをよく考えた上で適したものを選んでいただきたいなと思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションにおけるリアルなスタイリングをですね、どんどんご紹介していきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルですとかドメスティックブランドですとか、あとは専門ブランドですね、このあたりの情報に関しましては、僕はもう一つ運営してますこちらYouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のですね、メンバーシップ向けのライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形でワイワイとやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を文章と写真ベースでなるべくコンパクトにですね、お伝えをしています。僕の方でも毎日投稿していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しむようなコミュニティになっています。気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。